こんにちは、こんばんは。ゲーム動画月光です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットワを始めていきましょう。これは佐世保独占。今の状況です。4位か、5点差つけられてしまいましたね。ちょっとこれは厳しいか。もうあと4試合、ちょっと厳しくなってきましたね。でも育てないといけない。これちょっと結構落ちるな。キャッチャーはキャッチャーじゃない、キーパーは変えません。こんな感じですね。リスはいないんだ。圧倒的ですね。ホームスタジアム、ちょっと本人をかかわず観客が減ってるような気がするのはあれですね。もっといいスタジアム欲しいですね。あとはさあ、これ決めきれるか。さあ、ユーナの頑張りにかかっています。これはちょっと届かなかった。走力欲しいですよね。え？あっさり決められてしまった。嘘。やばいです。守備陣棒立ち。あ、ちょっとこれはどうしたんだ。何か不調でもやってきたか。一時の好調が嘘のようです。ゴールキック。勝ちがここ数試合ないですからね。なかなか攻めきれません。さあ、ここで最後か。センタリング届かないか。決まった。もうほっと同点に追いつきました。パス良かったですね。じゃあなんか、さあ、センタリングの調味料と最後に決めたのはなんと幸子。さあ、裏をかかれます。おっと、なんとペナルティーキックを食らってしまった。あ、裏をかかれた。
再びリードを許します。1点早く取られちゃってますね。確か昨年 N2 で N1 に上がってきたチームじゃなかったっけ。状況によってはいい選手投入し選手を早く交代させないといけないですね。疲れてないんですよね。これをどんどんいただきます。さあこれはちょっとさあセッタリングは積極的なんですが、ファイト守備っても守備が強いわけじゃないと思ったら3点目、うっそだろ。なにこれ、完全に合わされます。前半終了です。これ断行しないといけないですね。一気に交代です。さあ後半、なんと意外な低迷が、守りを固めていきます。サセボドックス、おっとノーホイッスル、センタリング、そこに飛び込んだクルミネル、これバーに嫌われた。受けられます。そこに待っていた窓か、ぐーっと外に出すのやっとですよね。アームに垂れ込めます。横飛びなつき、さあ早く1点は返したいが、おっと取られてしまいます。完璧です。大内山が早い、うまい。だからほとんどもう時間がない。ヒラリーナイス立てます。そこにマドカが一度横にあって飛び込みできない。完全に調子を維持した感じですね。さあ慌ててもなつきも1点でも早く返せというばかりに、ひなにこれはうまい、自分で持っていきます。さあこれコーナーキックです。そうですね、やっぱりパワープレー、的パワープレイというのは、おっと、さあユーナに渡ったが、これは決めきれない。もう残り時間ほとんどない、絶望の瞬間が近づいております。あーっと、このまま試合終了。1点取ったわけで3点となりましたね。
こから暗雲が始まった。同点には追いついたんです。1回もう左右のセンタリング見事でした。最後は幸子ですね。だからここでペナルティーエリア内でファールをやってしまう。そして PK 決められてリードを許します。これが決勝戦。そしてこれが痛かった。あっさり決められてしまいます。一瞬の隙をつかみました。その後攻勢に出るんですが、でも田中希はこのクリーンバーに嫌われます。良かったんですが、これシュート行ってしまいました。っていう感じですね。これで試合終了ですね。ボールの支配率もシュート数も圧倒的。甘く見すぎましたね。4位のままですが、今まで筑波長間とも5点差は変わらないんですが、エルガード欧州が偏ってます。10勝6敗、優勝はなくなった。1対0なんとか勝っていたぐらいのチームなんです。さて気を取り直して次回は白浜イレブン。これは、ジャパンカップスタートです。まずは白浜イレブン、フレッシュリーグなんでこれは絶対勝たないといけないですね。スカッと勝って、次につなげたいと思います。はい、というわけで、今回ちょっと嫌な感じになってしまいましたね。これ響かなければいいんですが、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。